どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回一応小説の回であり、歴史の回であります。百田尚樹さんの日本国旗、上巻を見ながら、喋っていこうかなと。かいつまんで喋ります。全部は読みませんけども。はい。で、僕の主観とかも意見とかもちょっと混ぜつつ、歴史の話をしようかなと思います。はい。この日本国旗を元にして、喋りますので、これを読んでくださいっていうことなんですけれども、今回は、弥生時代ですね。はい、順番に行きます。前回縄文時代やったんで、弥生時代のことをさらっとだけ喋ります。はい。縄文時代には、採取、狩猟、漁労ですね。海の漁ですね。生活手段の、中心でしたが、紀元前10世紀頃、北九州で水稲耕作が始まり、水に稲と書いて水稲ですね。これ以降の時代を弥生時代と呼びますと。もっとも、縄文時代と弥生時代の年代区分ははっきりしたものではありません。あまりにも昔すぎてやっぱりよくわからない。はい。弥生時代という名称は縄文土器とは形状の異なる土器が最初に発見された地が東京府本郷区向ヶ丘かな、弥生町という現代の東京大学の近くであることから付けられたと。はい。弥生町で、縄文土器とはちょっと別な土器が発見されたから、よし、これは弥生時代だと、付けられたそうです。はい。結構安直ですね。水稲耕作は稲の DNA などから中国大陸の長江流域から伝わったと考えられますと。その後、青銅や鉄といった金属の使用も始まったと書いてますけども、この水稲耕作というのは日本を大きく変えましたと。人々は食料を大量に獲得できるようになり、人口が増え、社会は飛躍的に発展したのです。で、縄文人と弥生人は骨格の違い、弥生人の方が大きいとされています。違う民族ではないかと考えられてました。要は日本列島に土着していた縄文人ずっといたっていうことですね。海を渡ってやってきた弥生人が駆逐していったのではないかという説が主流だった、昔は。でも当時の航海技術では大量の人間を運ぶことは難しく、また大きな戦争の後もない。さらに、最近の DNA の研究などから、今ではこの説はほとんど否定されてますと。で、食生活から、今まで縄文人は、採取、漁労中心の食生活だったけど、米を主食にすることによる変化で、全然体が違うんじゃないかっていうのが自然だろうとここでは書いております。大東亜戦争の後に、欧米流の食生活へ、と変化したんですね、日本はね。で、そのわずか半世紀で日本人の平均身長が10センチ近くも伸びて体格が大きく変わったことを見ても、やっぱり食料事情で変化するっていうのはあり得るんじゃないかっていうのも考えられてますと。だから縄文時代と弥生時代のその民族とか文化の違いっていうのはなくて、同じ日本人だったんじゃないかっていうふうに考えるのが自然じゃないかと書いてますね。で、稲作文化が日本人に変化を与えたのは体だけではありません。稲作には、指導者が必要なため、その発達は人々の間に自然と上下関係を生じさせたと考えられます。また、もみが、保存可能なことから、富の蓄積、貧富の差が生まれ、やがてそれらが人々の間に階級を生みました。で、部族間の争いが起きて、多くの原始小国家、国のようなものが誕生したとも考えられますと。四季があり、春夏秋冬ですね、四季。恵まれた自然環境の中で暮らしていた縄文人は、生物、無生物に、限らず万物に霊魂が宿るというアニミズムの、思想を育んでいましたが、それが弥生時代にも受け継がれました。稲の収穫が天候に大きく左右されることから、自然界のあらゆるものに神が宿るという信仰文化が一層強まり、後の神道神の道ですね、と発展していったと考えられます。また、稲作は多くの水を必要とするため、人々はそれまで生活していた小高い丘から、川の流れる、平野部や湿地地帯へと移り住みましたと。種まきや収穫の時などに、集落総出で、豊作を祈願する祭礼ですかね、お祭りを行うようにもなりましたと。例えば、秋の終わりに収穫を祝う新嘗祭もこの時期に原型が作られたと思われ、その後、大和政権の建国から現在まで、宮中、宮中って書いて宮中ですね。で、連綿でいいのかな、連なる綿、綿と行われている、最重要祭祀の一つです。お祭りですね、要は。最も応仁の乱から、戦国時代は多くの、その宮中ですね、お祭り的なものは中断され、戦国時代ですからね。江戸時代に入ってから復活しましたと。ところが、これが大東亜戦争後、アメリカ占領軍の政策により、そういうお祭り行事、国事行為ですね、が切り離され、その祭日が、勤労感謝の日という意味の異なる名称に変えられてしまいました。古代からの歴史のつながりを断たれてしまったことは残念な限りですと。はい。勤労感謝の日ってそういう風にできたってことが、まあ、ここで読み取れますね。はい。アメリカが勝手につけたっていう。まあ、そんな感じですかね、今回は。はい。また、続きというか、次書いてることはまた次回、さらっと読もうかなと思っております。多分この、百田直樹さんも、縄文時代とか、その、あまりにも古いものに関しては、しっかりとした資料っていうか、まあ、あくまでもこっちが、こう、読み手というか、その古事記とか日本書紀に書いてあることを、想像して、こうじゃないかっていうふうに言わなきゃいけないんで、あんまりこう、確実な資料っていうのがないから、そんなに書くこともないんですよね。うん。あまりにも想像を膨らますと、ただの妄想歴史書みたいになっちゃうんで、だからすごく短いです。はい。その代わり多分、幕末とか明治とかすごく長いんじゃないかなと思います。はい。まだ僕も読んでませんから。はい。これと同時に読もうかなみたいな感じなんで、楽しみにしてもらえたらなと思います。というわけで虹色音声終わります。さようなら。